皆さんこんにちは。こんにちは。絵をしゃべろう美術の沼人展覧会プロデューサーの熊作と一気書きの画家虎吉が絵をしゃべろうしていきます。ああ、これもなんかクリムトの影響もありますね。今回の展覧会ではよく分かんなかったんですけど、やっぱり仕入れがいっぱいある仕入れ展で見ていくと、はい、この絵になってくるとガクッとくるんですよね。ああ。なんか普通の絵じゃないですか、これ。そうですね。それまでなんかもう体をいじめ尽くしたみたいな、はいはい、女性に対してもなんか無理なポーズを実際撮らせてたのかどうか知らないけど、まあ撮らせてるみたいな、はい、無理やりな絵が多いじゃないですか。はい、それが造形化されてシールの魅力になってるんだけど、はい、ここへ来て、あれ普通の綺麗な絵じゃんって。そうですね。これね、実はね、エディットシールって書いてある。これ奥さんなんです。あ、これ奥さんなんですか。だから25歳で、はい。先ほどのバリーとの関係を断つんですよ。ああ。バリーと同棲してて、バリーが、まあ言ってしまえば、シールのミューズだったわけですよ。なるほど。そうだ、なんかそうなんですよ。この人は上流階級の人なんですよね、奥さんは。奥さんはね、そうなん、上流でもないんだけど、まあ、ブルジョワなんですよね。でバリーは母子家庭で、まあ、労働者階級でって印象も結構それあるじゃないですか。あります。ずっと結婚してるの隠してるみたいな。そう、モネなんかはそういう人と結婚したんですよね、あれね。モネもルノアールもしてますけど、ずっと隠してるじゃないですか。隠してますね。でセザンヌもね。そうで、やっと後になって結婚してるみたいな、自分の変化になってみたいなね。シーレはもっと露骨で、露骨だね、シーレは。その辺がシーレってゲスな野郎だって言われるんですけど。言われますね。あれ思いますよね、あれ見ると。あれなんか、引っ越し先の向かいにいたこの美人姉妹にちょっかい出して、あ、バリーにはもう別れようって言って、うん、で、ある日突然結婚しちゃうんですよ。あ、妹とね。あ、だけど姉さんとも付き合うんですよ。はあ。おまけにバディにはもう僕はブルジュアのいい家の娘さんと結婚するから別れようって言うんだけど、うん、でもバカンスは一緒に過ごそうよって言うんですよ。ほう、ふざけたやつなんですよ。むしろいいやつですね。2号さん2号さんになってって言ってるわけですね。そうそうそう、お前それでいいじゃんみたいな。で、俺は社会的地位が必要だから、うん、ちょっといいとこの娘と結婚するんだみたいな、うん、でもそのなんていうの、まあそれその文字通り撮ったらいけないかもしれないけど、はい、絵に現れてますよね。もう絵がダメになっちゃう。ダメって言ったらいけないんだけど、うん、魅力な ないっていうかね。もうこれはこれ綺麗でいい絵だなと思うけど、なんかシーレの凄さはないですよね、うん、そうですね。そうか、でもヨーロッパってすごい階級社会ですからね。我々だって分かんないんだけど、東京と大阪ではまだ違うのかもしれないけど、うん、もう東京なんてもう全然階級なんて全くないですからね。ぐちゃぐちゃですからね。植民地だからね、ここはね。そうそう、東京はほら田舎から出てきた人たちみんながこう集まって、もうぐちゃぐちゃで何が何だか分かんない、うん、いわば根なし草の世界じゃないですか。そうです ね、 ね、だから、まあ、ちょっとこういうのは分かんないですけど、こういう社会本当分かんない。ヨーロッパのこのすごいですね、こう階級。そう、だけど、まあ、はっきり言って、結婚してシーレは終わったなって感じですかね。まあ、わかんない。ちょっと次の絵を見てみましょう。なんかね、シーレって結婚したとき、結婚と同時か結婚の前にあれが来るんですよ。徴兵。兵役んですか、はい。で、まあ、結婚するっていうのもあるらしいんですけど、はい。ただ、シーレってすごいラッキーなことに、はい。絵描きだったら、そんな前線に出ないでいいよみたいな感じで。おこれ、荷造り部屋って、要は軍事物資が届いたら仕分けする部屋とか、そういう感じらしいんですけど。おだからもう絵描きとして、軍務についていたんです。うん、この絵もまあ、うまいけど、別にっていう感じですよね。うん、そうですね。すごいうまいと思うけどね。魅力あるけど、うん。そうですね。まあ、この黒い影と黒と白のこの、なんていうんだろう、勘とかすごくいいですからね、こういう人はね。やっぱり天才ですから、そこはね。まあ、でもこれは魅力あると思うけど。まあ、でも、シーレじゃなくてもいいだろうって感じですよね。うん、そうですね。
で、ごめん、まあ、あ、覚えてない。いや、これは覚えないと。だいたい会場がちょっとこれも見にくかったもんね。で、これ小さいですから。小さいですね。まあ、スケッチ帳の大きさですからね。だから、軍隊に行ったとはいえ、戦争じゃなくて、絵描いてたんですよ。うん。徴兵されてもね、絵返描いされててたら。もラッキーな。で、おまけに奥さんは近くのホテルに泊めてたらしいです。で、そのホテルから通ってたらしいですからね。まあ、そんなような感じで、まあ、兵役について。これ27歳でしょ？だからもうこの翌年に亡くなるわけですよね。そっか。スペイン風邪ですよね。スペイン風邪で。だから、クレームとも同じ年に亡くなって、まあ、最後はスペイン風邪ですね。みんなスペイン風邪で死んじゃったんだ。うん、そうなんですよ。だから今、コロ1918年に死んだ人は結構多いかもしれないですね。ナ。コロナですね。まあ、コロナに近いですね。まあ、これもちょっと仕入れっぽさはあるけども、まあ、そんなにすごい家でもないっていう感じはするんだけど。そうですね。これがなんか、その軍隊の時の上官らしいですけどね。なるほど。これはトヨタシビなんだが日本にあるんです。そうですか。これもある。これも覚えてないの、私の。トヨタ行ったんだけど。これ、常設見たんですけどね。これあったかもしれないな。大きいですよね。85ぐらいありますね。結構でかいですよ。これか。これモデルは奥さんかな。顔に似てますね。奥さんかもしれないですね、これがね。だけど、まあ、これも、なんか、線が、もう、シーレの尖ったような神経のが、ひょどい線ではないですね。これまあ、もでかい家なんだな。これは105か125ぐらいまあ、どうってことない感じもしないでもないけどね。日本画みたいなね。そうそう、ああ、そうね。だから線の太さ一緒じゃないですか、これ。つまんないまあ、と。そうですね。つまんないですよね。で、これが、そうそう、だから今の話で、クレムトがスペイン風邪で死ぬじゃないですか。1918年のちょっと覚えてないけども、2月とかその頃、早めに死ぬんですよ。で、クレムトいなくなっちゃったら次のスターが必要じゃないですか。この分離派っていうところが。まあ、印象派みたいなもんですよね。要はアカデミーに対して作ったやつ。で、もうシーレが次のスターとになっちゃうんです。若い、すごく若い。28歳でね。で、このポスターを書いて、これなん、どちらかというと最後の晩餐みたいな絵じゃないですか。一番高いところにいるのがシーレだっていう説なるほど。で、そういう手ふうに見前てます。の空いてるところにクリムトが本当はいたのにクリムトは死んじゃったみたいなるほど。な。だから、もうこの頃すごいもううなぎ登りらしいですよ、人気が。そうか。ポスト、リムトでね。ポストクリムトで、クリムト死んじゃったから、で、おまけにまあ、兵役に行ってたにもかかわらず、絵かか、か、かける環境で絵も発表して、展覧会もどんどん出してますしね。張り切ってたわけだ。まあ、ところがね、残念なことに、まあ、スペイン風邪で、自分も亡くなる。まあ、半年かぐらい、10ヶ月後ぐらいかな。ちょっと覚えてないけど。これもだからあれですよ。これはポスターだからいっぱいあるんだろうけど、まあ、宮城県美術館。なるほど。で、最後の絵はこれですよ。これか。まあ、はっきり言って、やっぱり、私個人的には、シーレは結婚して終わったなという。そうかもしれませんね。なんか宮本三郎みたいな。え？宮本三郎思い出しちゃった。あ、確かにちょっと、なんて言うんだろう、ガハラというかね。そうそう、これいっぱい色ポポポポポつけていくやつね。まあ晩年のね、宮本三郎も戦争画とか素晴らしいけどね。何でしたっけ、山下中将かなんかの階段の絵とか。そうそう、背中はね、よく覚えてますね、背中ね。うまいね、背中ね。まあ、これ未完らしいんですけど、何でしたっけ。絶筆？まあ、未完だから絶筆なんですよね、ほぼね。まあ、85ぐらいありますね。でかいですよね。まあ、
本当、これパッと見せられて仕入れて、一番魅力的な仕入れを思う人はいないでしょうね。ですね。まあ、これで一応今回の仕入れの作品終わりなんですけど、はい。トラキさん的にはどうですか？シールはやっぱり、いや、私は油絵の、なんて言うんだろうな、絵の具の使い方とかね、いいと思いましたけどね。そうね。で、まあ、若い頃の風景画はね、いいですね。だから、私に言わせると、なんかこう、衣装、いろんなこと、衣装っていうか、デザインっていうあ、か、全然、いろんなこと考えなくていいんじゃないかなと思っちゃうけどね、まあ、それもシールだからいいんでしょうけどね。いや、もちろん天才なんだけど、はい。クリムトっていう一時代を築いた人がいるじゃないですか。はいクリムトの様式でそのまま描いたら、まねっこになっちゃうじゃないですか。はいはいはい、なんで、クリムトじゃないやり方を模索したらああなったのかなって気がしますよね。ああ、そうですね、当然戦略的なものはアーティストとかでいるんだろうけど、ああ、今、浦木さんが言ったみたいに、考えて戦略立てた方がいいのか、自分のテンポの際にのっとって書いた方がいいのか、ちょっと分かんないですけどね。ね、まあ結果的に、まあ C でやっぱ美術史に残りますよね、 C はね。残りますね。まあ、25歳まで。結婚するまで、エイリックさんと結婚する。そうか、やっぱ25歳の15年か、15年までですかね、1915年。ゆとりろは1911年。ゆとりろ。やっぱり。ゆとりろは、シーレはね、ここで亡くなっちゃったからね、次どうなったのか分かんないけど、そうですまあ、やっぱりこの人は戦争の時代ですよね。ね。あ、それはそうですね。あいつ、破滅へ向かってますからね、とにかくね。そうですね。ですかね。はい。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。コメント、ご質問お待ちしております。